私は調査兵団団長エルヴィン・スミス。本日私が話すのは、率直に言えば調査兵団への勧誘だ。諸君らはすでに巨人の恐怖も己の限界も知ってしまったことだろう。しかし人類はこれまでにないほど勝利へと前進した。エレン・イエーガーの存在だ。我々は彼と共にウォールマリアの奪還を目指す。今期の新兵にも1ヶ月後の壁外調査に参加してもらう。そこで死亡する確率は約3割。4年後にはほとんどが死ぬだろう。この惨状を知った上で自分の命を落としてもやるというものはこの場に残ってくれ。以上だ。他の兵団の志願者は解散したまえ。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。そうか、みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。調子に乗りすぎた。いつか私が叱るべき報いを。おい、余計なこと言うなって。お前らここにいるってことは調査兵になったのか。ってことは憲兵団に入ったのはジャンと兄とマルコだけか。憲兵団に行ったのは兄だけだ。マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで。今なんて言った。マルコが死んだって言ったのか。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。あいつは誰も見てないところで人知れず死んだんだ。お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいんだ。つまり巨人の力を掌握する術を持っていないってことだろう。俺たちはエレンに見返りを求めている。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に似合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。エレン、そんなに気負うことはねえぞ。俺たちもいる。うん、僕たちも協力し合えると思うよ。そんな面してたらクリスタが怯えるだろうが。
戦は問題ない。油断は禁物だ。104機訓練兵がそれぞれの兵団に配属された後、調査兵団では第57回壁外調査に向けて新兵の訓練が行われた。彼らが叩き込まれるのは調査兵団団長エルヴィン・スミス自ら考案した長距離索敵陣形。巨大な陣形を展開しながら深淵弾で情報伝達を行い、巨人との接触を回避して目的地を目指すものである。そして今後の作戦の鍵となるエレンはリヴァイ班に護衛される形で陣形に組み込まれた。正式に調査兵団に加わった彼もまた第57回壁外調査の一員に組み込まれた。しかしこの壁外調査に隠された目的があることなど彼をはじめとした新兵たちには知る由もなかった。OK, here we go. Focus. Speed.I am speed. One winner, 42 losers. I eat losers for breakfast. Breakfast. Maybe I should have had breakfast. A little brekkie could be good for me. No, 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 stay focused. Speed. I'm faster than fast, quicker than quick.I am lightning. Hey, lightning, you ready? Oh yeah, lightning's ready. I'm American made, but a lot Chevrolet. My mama taught me how to ride. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it.始まるね。進軍ルートを確保しろ。巨人を討伐し位置の安全を確保すればより早く旧市街地を通過させられる。この
通りが使えれば後続班の移動距離を短縮できる。一億削巨人を片付けるぞ。迂回によって移動距離が伸びれば危険も増す。巨人の討伐を急げ。よし、これで大通りで通過させられるな。後続の各班がそれぞれ移動を開始したようだな。俺たちで援護するぞ。これも調子だ。響きが、この道の安全を確保すれば後続班の移動距離が縮まる。協力してくれ。ここで片付け。これなら後続班もここを迂回せずに済むだろう。あとは我々でここを死守するぞ。こっちだ巨人ども。救援要請か。行くぞ。大通りの巨人は相当強い。安全に通過できるはずだ。ありがとうございます。行けさ。ここを確保すれば後続班の移動距離を縮められそうです。この調子で。使えばこの道の安全が確保できるぞ。予定を立てましょう。道の安全は確保してある。このまま進め。助かった。ありがとうございます。助かりました。私先に本体と合流してますね。ありがとうな。お前のおかげで無事に抜けられたよ。提言の本体と合流してるぜ。まだ安全を確保すべき道があるはずだ。今のうちに旧市街地内を確認しておくぞ。救援の縁談か。あの道も確保できれば移動距離を短縮できる。火星に向かうぞ。ここを確保すれば後続班も移動しやすくなるはずなんです。手を貸してください。よし、我々が加勢する。これで後続班がここを迂回しなくて済みそう。後続班が別々に移動を開始したようだな。かすかに巨人の匂いも増した。気をつけろ。お願いします。ずば抜けた才覚の持ち主だな。大通りの巨人は相当強いな。安全に通過できるはずだ。援護班のおかげで思ってたより早く市街地を抜けられそうだな。道の安全は確保してある。このまま進め。了解しました。俺
俺たちでルート上の巨人を片付ける。お前は進め。はい、お願いします。鼻の調子はどうだい？まあまあ、今回も役に立ってくれればいい。位置の安全は確保してある。このまま進め。わかりました、援護感謝します。周囲の巨人は俺たちが引き受ける。お前は市街地の出口を目指せ。ビルガさん、お待ちします。先に平原の本体と合流してるからな。お前もありがとうな。俺は先に本体と合流してるよ。私は先に本体と合流している。よし、前半の旧市街地通過を確認した。俺たちも平原で本体に合流するぞ。帰国しか。放置すればいずれ本体に危険が及ぶかね。ここで始末しておくぞ。よし、よくやったな。今度こそ平原の本体と合流するぞ。周囲の巨人は片付いたようだな。これなら問題なく進めるだろう。少し遅れはするが、ここで体制を整えてから本体に合流しよう。陣形の展開まではまだ余裕があるだろうからな。それにしてもお前、ここまでよく働いてくれたな。うん、この1ヶ月ですごく成長したみたいだね。きっと今回の壁外調査でも生き残れるよ。まあ、俺たちの初陣に比べれば全然。ほう、お前らの初陣のことを話してもいいんだな、オルゴ。いいかしめ、あまり余計なことを知りたがるんじゃねえぞ。まあ、こいつらにも初々しい時期があったってことだ。それに比べるとお前は少し実践慣れしすぎてるくらいだぞ。おい、何無駄口叩いてやがる。さっさと行け。兵長、すみません。お前とはここまでだ。陣形の展開まで自分の配置に戻る。お前のクソみてえな根性だけは認めてもいいね。せいぜい死なねえようにしろ。これが壁外調査。死ぬんじゃねえぞ。行きとしよう。
あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ、歴外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離作戦陣形を取り組む。分かっている方から前方の兵が作敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない飛行士に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。小距離作戦進行展開。じゃあなアルビン、巨人と出くわしてもついんなよ。陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。乱されているらしい。シンペ、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。ここで殺せ。休む日はない。巨人が多い。この状況に何かあったのか。助かったよ。この辺りは巨人が多い。もっと数を減らしておかないとはまずそうだ。私たちは後続の班と
合流して移動するか。君も気をつけて進め。無茶はするなの。すでに陣形が乱れちまってるようだな。悪いな、シンペイ。しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。俺たちは後続班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。さあ休めばね。出てくるなんてな。うざらくて聞いてた話と違うんじゃねえか。うちは後だ。まずはここを切り抜けるぞ。お前なんでここに。前に手を貸してくれ。助かったぜ。しかし陣形の中でこの状況は異常だろ。周囲の情報が欲しいところだな。おい、炎弾が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、炎弾の方へ行ってみるぞ。火星が必要かもしれん。巨人を引き連れてきたのはきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類の攻撃。誰かを探してるのか。もしかして。すぐ
エレンだ。だがエレンならあいつが来た右翼側にいるはずだ。僕の企画書には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこに行ってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。シンペ、いいところに来た。加勢してくれるか。司令班が潰されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。助かったよ。巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。皆さん、ライダー、あの辺だ。助けが必要だな。後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。対応しました。救援要請だ。本当に知性がある。みんな気をつけて。
が2までだったぞ。戻ってきたのはあいつの馬だけか。だが一頭でも戻ってきてよかった。俺たちの馬も連れてきてくれりゃいいのに。貴様、これじゃどうすることもできないぞ。そりゃあの巨人を追い抜いてリヴァイ班のところまで先に行くってことか。大丈夫なはずないだろ。やつは知性を持ってる。危険度は波の巨人の比じゃないんだ。どう動くにせよ体勢を整えてからだ。今は俺たちの馬が戻るのを待つしかないだろう。行くつもりなの？ダメだよ。とにかく落ち着け。仲間が死にに行くのを黙って見送れってのか。無茶だ。待ってくれ。無事でよかった。あなたが心配で追いかけてきたの。リヴァイ班を探しているんでしょ。一人じゃ危険だよ。私も手伝う。中央の後方跡地にリヴァイ班がいるってアルミンも言ってたんだよね。作戦企画士の情報とは違うけど、私たちは信じて探してみよう。やったか。巨人の石碑もいるとは。苦戦してるみたい。私たちも手伝おう。
個性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班がどこにいるか知りませんか？リヴァイ班、こんなところにいるわけがない。作戦企画士の配置と違うだろう。この人の班は見てないみたいだね。近くの班を回ってみよう。レドーラ、次だ。よし、この調子だ。いざ。なぜこんなところに巨人がいるのよ。ここで戦ってる。急いで加勢しよう。休みの間にリヴァイ班を探してるんです。見かけませんでしたか？リヴァイ班は全然違う配置じゃない。こんなところにいるはずないわよ。この人も見てないみたいだね。とにかく残りの班の人にも聞いてみよう。いざ。巨人が邪魔して拠点が設定できないんだ。手伝ってくれ。やった。助かったぜ。おかげで拠点はできたが、なんでこんなところに拠点が必要なんだ。複数の班は展開しています。順に回って情報を集めてみようよ。各地を読んでいないのか、シンペ。リヴァイ班の配置は全く違う場所だ。どうしよう。でも、あと一班いるはず。聞くだけ聞いてみよう。あの色は、助けに行かなきゃ。
んでしょうね。ここで壊せ。討伐に手を貸してほしいんだ。助かったよ。僕にもよくわからないけど、ここで巨人を食い止めろって命令なんだ。こんなに巨人が現れるんだ。いたよ、急いで助けよう。ここに来ても知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班を見ませんでしたか？確証はないが隊列を見た気がする。おかしいな、こんな位置にいるはずないのに。班が近いのかも。あとは私たちで何とか見つけよう。見て、兵隊だよ。あっちに誰かいるんだ。行ってみよう。あの人、リヴァイ班の人じゃないかな。伝令のために班から離れたところを襲われちゃって。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。早く兵長とエレンに伝えないと。知性のある巨人、分かった、案内する。あなたは私の伝令任務を代わってくれる？分かりました、あとは頼みます。あの赤い円玉が見える？兵長たちは今あっちの方向にいるはずだよ。急ごう。休む気はない。急ぐ。何で私が拠点の設営なんて。おい、お前手伝ってくれ。これでイタシのクリスタを探しに行けるぜ。ルバさん、巨人に邪魔されて拠点を設営できない。手伝ってくれるととても助かる。ありがとう。ここに拠点を設営することにどんな意味があるのかはわからないけど。リヴァイ兵長、知性のある巨人が現れてエレンを探しているようです。俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか？一体何がどうなってるんだ？おい、余計なことは考えなくていい。黙って移動に集中しろ。悪くなかった。もう神兵扱いする必要はねえ。
女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所だ、巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピー招くね。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。この森の中じゃ事前に回避しようがない。兵長、立体軌道に移りましょう。今や兵長、指示をください。この班の使命、そこのクソ巻きに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り俺を監視するためなんじゃ。俺たちはこのまま馬で駆ける。リーダー、駆けるって一体どこまで。それに奴がもうすぐそこまで。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。エル、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろと。エレン、信じて。おっさん、さっさと決めろ。さあ、進みます。加速します。走れ、このまま逃げ切る。兵長、進め。別行動で適切な距離であの巨人からエレを隠せ。いいな。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。なめてんじゃねえぞバーッ。分かったか。はい。今森の奥で何かやってるみてえだが、なんとなく察しがついてきたぞ。あの女型の巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。もっと正確に言えば、奴の中にいる人間の捕獲だ。エルヴィン団長の狙いは最初からそれだった。壁を壊そうとした巨人は多分エレンと同じ能力を持つ人間だ。なら真っ先にやることはその人間を特定すること。そしてさらに彼らの一員とおぼしき女型の巨人を捕獲すればこの世界の真相そのものが手に入ると期待できる。おう、無事だったか。あっちはどうだった。
やっぱりあの音は女型が罠にかかった音だったってわけだな。それにしてもどうして団長はエレンが壁を出たらそいつが追ってくると確信できた。トロストクが襲撃された時、彼らは途中で攻撃をやめてしまった。ボールローゼを塞ぐ内扉まで破壊しなければ彼らの目的は達成できないはずなのに。おそらく途中でそれどころではなくなったんだ。理由は壁の破壊より重要視すること、つまりエレンが巨人になって暴れ回ったこと以外には考えにくい。ってことはつまりエレンの巨人化をあの場所で見ていた者の中に諜報員のようなのがいるってことか。だからこそこの作戦を一部の兵にしか教えなかったってことかよ。だとしても釈然としねえ。もう少しくらい多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。ああ、最初からそうしておけば犠牲は少なくて済んだはずだろ。後でこうするべきだったっていうことは簡単だ。でも結果なんて誰にもわからないよ。だけど選択の時は来るし、しなきゃいけない。団長は100人の仲間の命を切り捨てて壁の中の人類の命を選んだんだ。大して長くも生きてないけど確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をも忍ぶ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。我々の任務はこの巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。全ての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ発見して駆逐せよ。この調子だ。ここで巨人を食い止めろだ。ふざけた命令しやがって。ジャン、それじゃあどうするの。どうするって、それは命令に従う。お前もそうするべきだと思うんだ。ミスター、この辺だ。助けが必要だな。
皆さん、これはかなりまずい状況だと。この調子だ。いざ。休みはもうここに拠点をこさえなきゃならねえってのに、あいつら邪魔しやがって。ユミル、僕たちも手伝うよ。チャンスの準備はできた。ああ、拠点を作っておいてやったぞ。私に感謝してありがたく使えるな。やだな、逃がさん。この辺りの巨人は片付けたが、仲間とはぐれちまったみたいだな。森の中の様子はどうなってるんだ。さっきの叫び声は一体。かなり討伐をしたけど、森の奥に入ってしまった巨人も少なくないはずだ。救援要請だ。休むよ。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。
女型の巨人を死せよ。起きろ、巨人が巨人を食ってやがる。まさか女型は自分の体を食べさせて捕獲から逃れようとしているのか。君を見習わないと。どの瞬間に木陰から巨人が飛び出してきたっておかしくねえぞ。やっかいな状況だな。このままじゃ女型が食い尽くされるぞ。女型に群れがっている巨人を片っ端から始末するしかないね。休むのは何だ。いざ。あの叫び声、巨人でも呼んだってわけだ。チッ、面倒なことしやがって。自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけか。ねえ、どんどん巨人が集まってくるよ。私たちには興味がないみたいだ。なぜ。運転手、考えるのは後にしましょう。新手の巨人は近づいてる。この巨人が多くては俺の肌も役に立たん。さすがに無茶じゃないですか。引き庭はエルヴィンの判断だ。今は目の前の敵に集中しよう。
敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消すると。審議所であれだけ啖呵切った後でこのざまだ。このままのこのこ帰ったらエレンも俺たちもどうなることか。帰った後で考えよう。今はこれ以上損害を出さずに帰還できるよう尽くす。今はだ。俺の班を呼んでくる。待てリヴァイ、ガスと刃を補充していく。時間が欲しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ、従え。了解だ、エルヴィン。お前の判断を信じよう。お前か、何をもたもたしてる。ならさっさと撤退しろ。遅れるな。総員撤退だ。作戦は終了した。帰還する。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。メガタは食われた。だが、君は中身が食われるのを見たか。俺は見てない。まさか。ああ、以前君が言っていた推論通り、巨人化を解いた後もある程度動けるタイプだとすれば、そしてあらかじめ立体機動装置をつけていたとしたら、女型の中にいたやつは今我々と同じ制服を着て我々兵士の中に紛れ込んでいる。でもそれはエレンが巨人から出た時の状況を考えるとできそうもないって結論付けたはずでは。装備は破損して戦闘服さえなくなってたし、何よりエレン本人が自力で立つことができないほど憔悴していた。女型の巨人は叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。あの敵を出し抜くためには発想を飛躍させる必要がある。敵が力を残す術を持っているなら再び巨人を出現させることもできるかもしれん。リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。暴れ、進め。
俺たちはこのまま全速力で本部に向かえ。俺も戦います。ダメだ、俺が最善策だ。お前の力はリスクが大きすぎる。なんだこれ、俺たちの腕を疑ってんのか。どうなのエレン、私たちのことがそんなに信じられないの。我が藩の勝利を信じてます。止めるぞ。逃がされる。もう振り返らずに。リヴァイ藩のみんなが必ず女型を仕留めてくれるはずだ。すまん、団長の指示で救援に来たんだが巨人どもに邪魔されちまってな。その調子だ。さあここで補給するんだ。船長はそう言ってたな。船が残らない方を選べ。船長、俺の選択は。みんなを信じて進もう。きっとそれが正解なんだ。ここで見せないしね。壁型に向かえよ。メガタか、すげえ。あのメガタが一方的に。ここだ。Thank you.
なが続けろ。やっぱりお前が悪い。邪魔だな。
この調子だ。この罠なら少しは奴の足を止められるはずだ。奴に気はない頼みます。頼みます。頼みます。よし、いいぞ。エレンは生きてる。その女殺して体中かっさばいて、その汚いところから出してあげるから。落ち着け。エレンを救い出すことに専念しろ。このまま長引かせるわけにはいかねえ。奴に逃げられるぞ。今テッション。そもそもあなたがちゃんとエレンを守っていればこんなことにはならなかった。そう、お前はあの時のエレンと馴染みか。俺が奴を削る。お前は注意を引け。疲弊してる。きっと動けない。殺せる。よせ。奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろ。調査兵団は戦果もなくカラネスクへと帰還した。重要な戦力であるリヴァイ兵士長の負傷、歴戦の精鋭たちの死、多くの犠牲を払って第57回壁外調査は終了した。壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。彼が壁外で目にした光景、それは彼の心に壁外調査の過酷さと世界の残酷さを深く刻んだ。だがそれでも彼は生き残った。その奮闘を見込んだエルヴィンによって彼はとある作戦への参加を命じられる。